先ほどの続きです。2023年8月の20日18時43分。すぐわか、時間とか見るの遅れた人、一時停止しとか巻き戻ししてもらったらいいだけですから。向こうは雲ないでしょ、ここは雲あるでしょ、で僕は頑張ってるから空が明るくなってるでしょ。これが現実。悲しかった心もう一度踏ん張ってますから。これ以上警察官とか裁判官のわがままを許しちゃダメ。年齢制限とかの判決だし、裁判官そいつの名前世間に公表した方がええ。もし議員とか言い出したんだったらそいつらの名前も公表した方がええ。そいつが暴力団の大元や。そいつらの一族、公務員っていう職業に一生つけないようにせんかったら無理や。本当に